アッケシ駅は、北海道アッケシ郡群ケシ町宮園の一丁目にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅。電報略号は明け、事務官高度は11443。花崎線区間の中間駅で、唯一の有人駅である、1978年のアッケシ駅と、貨物支線の浜アッケシ駅、周囲約 1.25km 範囲。右上が、根室方面。 アッケシ駅は、島式ホーム一面二線で、駅舎前に、貨物積み下ろし線、駅裏に数本の仕分け、または留置用の貨物線を有する。かつては、駅裏の根室側に、転車台と車庫を有していたが、すでに痕跡もわからなくなっている。右が、アッケシ湖、左が、アッケシ湾で、間の岬上城に突き出た港湾に向け、本線の根室側から、 現在のあっけしを橋2に沿って南へ、この後1982年に廃止となる貨物支線が伸びている。道路を横切った先で岸壁裏に沿うように敷かれているが、スイッチバック上に左へも伸びており、貨物ホームが見える。そこが浜あっけし駅で、現在では町役場の庁舎や開示記念館などが跡地に建てられている。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 あっけし町町名の由来も参照地名より、アイヌ語のあっけうお表ょうに入れの川ハグいつもする、しあるいはあっけしとお表ょうに入れ、下の、沼ま、から転じたとされる。単式ホームに面に線を持つ地上駅。ホーム間は古戦橋で連絡している。以前は、島式ホーム一面の両側を使う形を取っていたが、駅舎前に敷かれていた浜あっけし駅への貨物支線が、 撤去されたこともあり、古戦橋を使う不便を解消するために、駅改札に直結する形で、単式ホームを一面増設している。よって一番線は、線路の両側に、ホームが設けられているが、かつて使用されていた島式ホームの一番線側には、柵が設置され、上行できないようになっている。現在は、上下列車とも、もっぱら増設されたホームを使う一番線に、発着する。 なお、古線橋を有する駅では、日本最東端である。駅舎は、鉄筋コンクリート造りで3324平方メートルの平屋建てである。現在の駅舎は2代目で、2005年に外壁を水色に塗り替えている。友人駅で、緑の窓口も設置されている。花咲線の運行管理は当駅で行う。管理駅として、上尾朧駅浜中駅間の各駅を管理下に置いている。 かつては、あっけし駅ホームで駅弁の立ち売りを行っていたが、列車本数が少ないことから2011年6月で営業を終了した新聞1。現在は事前に、宇治家待合所に電話し乗車する列車を伝えることで、ホームまで駅弁を届けて販売するサービスを行っている。主な駅弁は、下記の通り、花崎線区間の駅としては、釧路駅。 東串路駅に次いで3番目に多い、道の駅あっけしグルメパークから、あっけし駅方面を望む、画面中央やや左の赤い湖泉橋付近が、あっけし駅。奥に見えるのは、あっけし1。2019年2月撮影、あっけし町の中心駅。付近の地区の中心地のため駅の周囲に、公共施設が多い、串路バスにより、あっけし町内路線、串路市方面。 浜中町霧タップ方面へ運行される。路線詳細は、串路バス一般路線バスを参照。厚岸町内路線の内国大寺方面の一部と、公営方面は、北海道旅客鉄道厚岸線廃止に伴う、遺憾路線、渋谷駅方面への路線も存在していた。北海道旅客鉄道根室本線快速、花崎、串路駅厚岸駅、茶内駅快速。 野沢上朧駅、や介市駅、茶内駅普通門、西駅や介市駅、糸井沢駅、日本国有鉄道根室本線から1982年11月15日、廃止や介し駅浜厄介市駅、ありがとうございます。